県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめにアメリカのマーチ王ジョン・フィリップ・スーズ作曲の行進曲キング・コットンをフレッシュ・アーリスのブラック演技と合わせてお楽しみいただきました。次はトリッチ・トラッチ・ポルカを演奏します。この曲は19世紀に活躍したオーストリアのワルツ王ヨハン・ストラウス2世によって作曲されたものです。またこの曲は毎年元日にオーストリアのウィーンで開催されるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサートでも頻繁に演奏されており、ヨハン・ストラウス2世の作曲したポルカの中でも特に有名な曲として広く親しまれています。トリッチ・トラッチ・ポルカです。指揮は米田隊長です。どうぞお楽しみください。トロンボン奏者として活躍した偉大な音楽家グレン・ミラーの生涯を描いたミュージカル映画グレン・ミラー物語のテーマ曲です。またグレン・ミラーが結成したグレン・ミラー楽団のバンドテーマとしても有名なこの曲は茶色の小瓶やイン・ザ・ムードと並んで世界中で愛されている名曲です。美しく優雅なハーモニーとともにグレン・ミラーの世界をお楽しみください。
にちは、県警音楽隊です。日頃は地域安全、交通安全にご協力いただきましてありがとうございます。今日はもう、交通安全や地域安全の話たくさんお聞きになられたと思いますので、ここで私が今から30分講話をするというのがびっくりしたんですよね。外も寒くなってきましたので、今からは赤い服を着ました女性警察官の演技をご覧いただこうと思います。それで、その準備の時間で少しお話をさせていただきたいのは、愛知県今ひったくりがすっごく連続発生してます。あのね、バイクで来てシュッと物持っていく人が多いんですよね。それで自転車なんか乗られてる人も取られることがあるので、ネットかけておいていただくと取られにくいっていう話です。それからあのカバンなんかもね、道路側にかけてるとスッと持ってかれますので、反対側壁の方を持つ、あるいは斜めにかけていただく、そのことでね、犯罪に遭う確率減ると思います。本当にね、強く引っ張られたりしちゃうと、そのまま怪我して転ばされたりすることもありますのでね、まず被害に遭わないように防御しましょう。取る人が悪いんですけど、やっぱ怪我したら痛いですもんね。今警察にすごい力入れてひったくり犯の検挙に向けて頑張っています。そのうち連続の犯人がすぐ捕まると思うんですけれども、皆様方の被害にお会いにならないようにということで、ここまでお話をさせていただきます。それでは準備ができたのでご覧いただきましょう。赤い服を着た女性警察官、フレッシュアイリスの繰り広げる世界、フレッシュアイリスワールド、指揮は村瀬副隊長です。
北名古屋市が事件事故のない素晴らしい街でありますこと、そしてこの1年皆様方が、本当にいい環境で過ごされますことを記念いたしまして、私どもの皆さんに終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。迫力ある素晴らしい演奏演技をご披露いただきました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。